どうも、PDR さんです。皆さん、本当にありがとうございます。また釣りかよ。釣りじゃねえよ。はいはい。ちょっと前に出したアメコミ動画が予想以上に好評で嬉しい限りです。ありがとうございます。ちゃんとした理由があるだとなに アメコミ解説っていうかアメコミについて語る動画は結構前からやりたかったので今後は月に1本ぐらい出せるように頑張ります。 年に1回しか出さない2000円それを記念して前回のコメントをちょっとだけ見ていきましょうやっぱりアメコミ読んでるといい話で始まったのに途中から完全に違う方向行くとかあって追いつけないことがありますねうんミス・マーベルもめっちゃ好きだったんですがファンからよくアルティメット・スパイダーマンだけは読んどいた方がいいって聞くんですけどやっぱり名作なんですか名作ではあるかな個人的には好きです、まあ、アルティメット・ユニバースを説明しますとマーベル結構経営がやばかった時 に何かせればってなっててなア,アルティメットユニバースが何なのかっていうとマーベルユニバースがもう60年代からの長い歴史があって初心者にはちょっとハードルが高いから。 また別のユニバースで最初っから全部やろうそうすればみんな別にその今までの歴史を気にせずに読めるからっつって2000年にアルティメットユニバースを出してアルティメットスパイダーマンを出したんですよ。でスパイダーマンは60年代に高校生じゃなくて2000年にナウィーな携帯を持ってる高校生だぜみたいな。でみんなの知ってるキャラとか出てくるんですけどちょっと と変えたり、ひねったりして、その新しい人も、そのキャラも、もうすでに知ってる人たちも楽しめるようにできてて、で、そのアルティメット・スパイダーマンがヒットだったから。アルティメット・エックスメン、アルティメット・ファンタスティック・フォー、そしてアルティメット・ユニバース版のアベンジャーズ。TheUltimates。結局は、このアルティメット・ユニバースも10年以上続いて、結構長い歴史ができて、いろいろややこしくなって、初心者にはちょっと。 アートルが高くなってしまうことになったんですけどまあ結局は消滅したんで。でもこのアルティメットスパイダーマンは多くの編み込みと違って最初から最後までブライアン・マイケル・ベンディスっていうライターさんがストーリーを書いてたんですよ。アーティストはちょくちょく変わったんですけど一番長い期間はマーク・バグリー っていうアーティストさんが書いてたんですけど、彼は90年代中盤に結構人気があって、スパイダーマンとかめっちゃ書いてたんですけど、皆さん彼の絵多分見たことあると思うんですけど、彼はすごい王道な描き方をしてて、実家みたいな安心感があっていいです。アルティメットスパイダーマンは本当にベンディスがずっと描いてるんで、ベンディスのライティングスタイルが好きか嫌いかで、まあ名作か名作じゃないかってなっちゃうと思うんですよ。ベンディスは嫌いじゃないです。パワーズとか、 ニューアベンジェスとか結構好きだったんですけどただベンデスピークっていうのがあるんですよ彼が書く独特のキャラの喋り方会話の仕方みたいなのがあるんですよそれが嫌いな人結構いるんですベンデスピークベンデスピークベンデスピークって何これ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 うん、うん、そういうのが気にならないんだったらぜひ読んでくださいあとアルティメットスパイダーマンからマイルズくんも生まれたんでマイルズくんファンはぜひ読んだ方がいいと思います めちゃめちゃ生き返るやん。先駆け男塾かよ。すぐ生き返るのなんなん <laughs> はい。アメコミは本当に、ベーンおじさんと、バットマンの親以外はみんな生き返るんですよ。ちょっと前は誰かが死んだら、<laughs> ってなったんですけど今はアメコミキャラが死んだらあのドラゴンボールで人が死んだかのようにまあ、どうせドラゴンボールで生き返るんだろうって重みが全くないんですよでそれ結構面白いと思ったんで死んで生き返ったアメコミキャラトップ10みたいな動画を作ろうと思ってるんですけど見たい方ぜひ教えてくださいアメコミは同じキャラでもいろんな作者が書くから作者の趣味によってストーリーを嘘しちゃうやろうなそうなんですよそれによっていろんな素晴らしいストーリーも生まれるけどその分クソなストーリーも 生まれてしまう。 マーベルと DC はでっかい会社でそのキャラを全部自分たちが所有してるんですよ。だから P d アルさんがマーベルで働いてキャラを作ってもそれはマーベルの所有物になるんですよ。P d アルさんが作ったとしてもそういう契約をしてるんで。だから P d アルさんが関わってない時は何も手出しできないっていうかコントロールできないんですよね。そのキャラ自分が作ったとしても。その分インディーズコミックイメージとかダークホースはすごいでっかい会社なんですけど一応インディーズなんですよ。そこで ペ d リアルさんが例えばアメコミを出したらそのアメコミの版権とか全部ペ d リアルさんの所有物になるんですよだから作者が変わらずにずっと書いてるものが見たかったら多分インディーズの方がおすすめですねうさぎお人望とかヘルボーイもマイク・メニオーレって人が ストーリーと絵も描いてるんですけど、時にはストーリーだけの,の場合もあるんですけど、ストーリーも絵も描いてない時でも一応監修してるんで、ちゃんとした統一感があるんで、ヘルボーイユニバースはとてもおすすめです。アメコミ事情よく知らないんだけど、作者のストッパーになる編集者みたいな存在はおらんのたまに作者が一人で暴走する時もあるんですけど、マーベルって とかか DC っってすごいでっかいで会社だから口出しすするる人がいっぱいいっぱんですよだからそれでこういうアイディアがあるんだけどって言ってもこうしろこうしろこれはこうだそれはダメだからこうしろって口出ししてる人がいっぱいいてそのアドバイスを全部一つにしたらめちゃくちゃになるっていうパターンもありますピザタイム最近またハマってます何でかはちょっとわからないです。 必要のなかった続編でも、グレイク・カプーーのアートは好き。懐かしいから買った。スポーン・ユニバースのアベンジャーズ。え待望の続編だったのに、アーティストさんが亡くなってしまいました。続きを買えばよかったってちょっと後悔してます。お猿さんの缶詰の肉を作るマンキーアイランドでの出来事のアメコミアンソロジーです。結構好きでした。懐かしいから買った。懐かしいから買った。 懐かしいから買った。懐かしいから買ったサムキースが表紙を書いたから買った。これは全部一冊で読むのをやめたんですけど、ちょっと続きが読みたいです。え内容覚えてないです。同じく。 内容を覚えてないです出だし好調なんですけどちょっとまだ判断できないです1冊だけでも「アストロシティ」が戻ってきました楽しい読み切りバトルビースト目当てで買いましたこれ続きいつやんのまあ絵は良かったですなんか終わり方が「はぁ、あ?」って感じでしたね内容覚えてないです宇宙で繰り広げられるぶっ飛んだストーリーアートも同じぐらいぶっ飛んでますイメージが出してる出してたアンソロジーなんですけど1はとりあえず買って プロフェットワンをいろんなアーティストが書き換えるっていうすごい面白い企画でページをめくるのが楽しかったです映画みたいですごい読みやすいんですけど続きが出ても出なくても別にどうでもいいですね絵の中に入ることができてアンディ・ウォーホールと戦う人の話好きテリー・ムアーの作品はどれもなんかすごい 感情的になりますね読んでてテリムワ先生一生ついていきますミルクチーズが表紙に載ってるから買いました間違えて買った悪くなかった絵とタイトルはインパクトあるんですけど中身はあまりインパクトなかったですフランク・ミラー先生の名作の続編なんですけどつまらないです <laughs> 必要のなかった続編忍者が魔法を使ってパニッシャーの奥さんを生き返らせてその代わりにパニッシャーが忍者のリーダーになる っていう話なんですけど何がしたいのかわからないですピーター・デイビッドのくハルクは絶対に買いますアップデートされた現代風刺・スーパーヒーローチームベン・ライリー・スパイダーマンの話がもうちょっと見れてうれしかった最近のスパイダーマンはひどいって言ってるんですけどこれは思ったよりひどくなかったでもひどかったディズニーのアニメシリーズ「ガーゴイルズ」の続編テレビシリーズが好きだった人におすすめディズニーのアニメシリーズ「ダークイング・ダック」の続編こちらも アニメシリーズが好きだった人におすすすめですヘルボーイユニバースのアメコミはとりあえず読もうシャオリンカオボイもとりあえず読もうストーリーは途中でちょっとだれたんですけどニック・クライン先生が絵を描き続けてるので買い続けましたもう本当に自由にやってて好きです今まで読んだプロレスアメコミの中で一番プロレス愛を感じたし一番面白かった ストーリーによって当たり外れはあるんですけど安定のホラーコミックとにかく楽しい絵は好きなんですけどちょっと刺さらなかったですね何回でもおすすめします今イチオシのホラーアンソロジーアメコミアイスクリームマン絵がすごい綺麗だったこと以外内容を覚えてないですちょっと期待してたんですけどうん内容覚えてないです同じく内容覚えてないし買った記憶もない <laughs> アメコミっていうよりイメージコミックスの今まで出てきたアメコミの発売の歴史なんですけど超面白かったですテリー・ムアー先生の最新作まだちょっと判断できないですねインディーコミックスやっぱ最高だということを思い出させてくれる作品ですやっぱインディーコミックは最高ですよ年に1冊か2冊しか出てないんでもうちょっと頑張ってほしいですね サブリナのセイレムのソロホラーコミックニート動物さんの日常コミック絵のスタイルもストーリーも最高です内容覚えてないですアーチーをもっとダークにしたコメディースーパーヒーローアメコミで超おすすめですアメコミっていうよりたくさんの文字が書いてあって横に絵がある感じでちょっとよくわからなかったですね子供は絶対に見ちゃダメですああ これは単行本で集めてて、間違えて買いました。骨を集める宇宙人、可愛かったです。綺麗な表紙ですけど、内容覚えてないです。人を選ぶアダルト日常コメディアメコミです。個人的には超好きです。ね、ね、ね、うん。 この辺のホラーコミックなんかすげえ微妙でしたね。マーク・ラッセル先生は結構どうでもいいキャラクターに感情移入させるのがすごい上手いです。あとスティーブ・リーバー先生のこうコメディータッチな絵が好きです。バットマンのアメコミを一つ読むとしたらこのアニメイテッドシリーズあのアニメの続編がアメコミでずっとやってるんですけどどっからでも入れると思うので大体1話読み切りなんでおすすめです。ピースメーカーのバックストーリーを知ることができるんですよ。妹か 弟が電子レンジに入れて殺されたことが判明しましたさすがガーセーニス先生 <laughs> 絵は好きなんですけどすごい待たせたわりには懐かしいから買ったんですけど中身はマイク・オールレッド先生のアートは美しいにつきますねこのすごいポップな感じがストーリーもまあまあまあだ、ね、時代劇が好きじゃなくても絶対に楽しめるはずれのないアメコミですね以上がさんの 感謝を伝える雨込み動画でした今後はもっと解説っていうかアメコミの歴史とかについても話したりするのでよろしくお願いします。では